ら走るとかなるとね、相手をびっくりするんだよ。チャオ、元プロサッカー選手の宮崎です。今日はね、チェックの動き、まあ、これなんだろうって思う人ね、いっぱいいるかもしれないけど、まあ今日はその動きにね、しっかり説明したいと思います。じゃあこのチェックの動きね、チェックの動き、これ何なのかっていうのが今日のポイント、すごいね、これはめちゃくちゃ大事なことです。いいですか、すごい大事なことだからよく聞いてね。で、例えばさ、サッカーの試合って、1人当たりボール持つの何分ぐらいだと思う？まあ大人の試合でめちゃくちゃボール持ってる選手で90分の試合で88分は、ボールを持ってないっていうね、数値が出てました。これね、いつか忘れたんだけど、そういうこと言われています。じゃあ2分しか、結構持ってる人も2分、2分だよ、ね、じゃあそれ以外のところでやっぱりボール持ってない時の動き出しっていうのがすごい大事だし、ボールもらう時にも、まあ、こういう動きで、まあ、チェックの動きを組んだけど、この動きをしっかりすることによって、しっかりボールがフリーでボールもらえるっていうのが、今日のポイントだからね、よく聞いてください。で、今のね、小学生、中学生の子たちっていうのは結構多いのが、自分のボールをもらうポジションはもう一度決めたら変えない、なかなか。いい、これって、局面が変わらないから、例えば僕あっち側に攻める、ね、まあ、このコーンで説明するんだけど、いい、あっち側に攻めるんだけど、まあこういうポジションでもらってる、まあ、待ってるね、待ってる。じゃあ、ディフェンダーが目の前、自分の目の前にいてたら、これって怖いかな、僕の動き、存在って怖いかな、怖くないかなって言ったら、怖くないんだよ。何が言うと、もうここで止まってるだけ。いい？で、みんながボールの受け方するときって、そういうのめちゃくちゃ多い、ね。止まってボールをもらう。これだと相手に簡単に読まれちゃうから、なかなかボール受けることもできないし、もしボール受けたとしても、間合い近いから取られ、すぐ取られちゃうかもしれない。いい？まあそういうことをなくしましょう。で、今日はポジションはそのままだと局面変わりませんっていうことをね、意識してやってみて。じゃあ僕が言ってそのチェックの動きって何っていうのを今度説明していきたいと思います。で、チェックの動きっていうのは、例えばさっきも言ったように、僕が何もここでね、アクションもしなず、ここでボール受ける準備してるよって言ったときは、相手怖くないんですよね。じゃあ相手が一番嫌がるのってどういうプレーっていうと、やっぱり自分の後ろ行かれるの嫌なんだよね。後ろ行かれるの、これ裏を取るっていうんだけど、例えばこの状態から、例えばね、こういう状態から急に裏走るとかなるとね、相手をびっくりするんだよね。あれ、こいつ足元で受けるのなかったのってね、思うんだけど、急に裏走るとやっぱびっくりするから、やっぱついてくるね。これがチェックの動きのまず裏を取るっていうことが大事で、裏取って、あ、やっぱ取りませんよー、でここで足元でボールもらうのがこのチェックの動きのポイントなんだけど、こうすることによって、最初はここでボールもらってた、例えばここの位置だと、まあ近い距離、ある程度近い距離でボールもらってもやっぱりすぐディフェンダーが出てきちゃいますよっていうんだけど、このチェックの動きすることによって、チェックの動きすることによってディフェンスとのね、ギャップを作りたい。そうすることによってボールコントロールしたら、あ、敵が結構遠い方にいるなとか、プレッシャーすぐかけれないとこにいるなっていうことができたら、これ成功、ね、だから相手と自分の距離を剥がすためにチェックの動きをしましょうっていうのが、これ大人ではもうめちゃくちゃやってるし、ね、この小学生年代の子たちっていうのは、僕からやってみるとその動き出しをサボってる、ね、この場でボールもらえないよ、どんどんレベル高くなると簡単に寄せてくるから。じゃあそうじゃなくて、裏に行きますよって確認して、あ、やっぱ行かない、はい、ここでボールもらうよっていうね、この動き出しが、めちゃくちゃ大事だし、これをやることによってもっとフリーでボールもらえるようになるから。いい？ね、そうすれば考える時間も自分の中であるし、ね、いろんなプレー考える時間あるイコールいろんなプレーを選択することもできる。いい？だからこのボールを受ける前にチェックの動きっていうのをどんどんチャレンジしてやってください、ね、そうすることによってフリーでもらえる、いい、フリーでもらえるし、いろんなプレーの選択を、選択することができる、オプションを、ね、選択することができるっていうね、めちゃくちゃ必要な動きだから、いい、相手を引っ張る、すぐ戻ってくる、
ここのどれだけ幅が開くだけで自分の考える時間を作れるっていうのがこのチェックの動きのポイントです。いいですか、ね、これは早く行くんだけど後ろゆっくりだと相手もついてきちゃうから、いい、はい、ぐっ、はい、すぐ下がる、できるだけ離すこと、OK、これがただボーって突っ立ってる、ベタ足で突っ立ってる選手と、細かいんだけど少しだけでも相手を遠ざけるためにね、フリーにするために、自分をフリーにするための動きやってる選手ではこれかなりレベルの差違うから、プロになりたい君たち、この動きっていうのを常に意識して、ボールを受けに来てください、ね、そうするだけでもプレーってどんどん良くなるから、ね、やっぱりそうすることによってやっぱり動き出しって速くなると思うよ、ね、パスがこの人渡ってからこのチェックの動きは遅い、ね、じゃあボールがどういう展開で、あ、渡った瞬間にもうここでもらえるような動き方っていうのはやっぱりボールを見ることになるよね、ゲームを読むことになるよね。いい、チェックの動きするためにはただチェックの動きすればいいってわけじゃない、ね、どのタイミングでボールをもらうかっていうのも今度はすごい大事になってくるから、いい、やっぱりボールの行く末を追う、その中で自分の動きそうだったらっていう前にしっかりチェックの動きしてフリーになる、いい、っていうのを、今日はめちゃくちゃみんなに意識してほしいことです。いいですか、ね、こうすることによってフリーでねいいプレーできるから、なんか難しいんだけど、いい、だけどどんどん反復することによって多分それがついてくると思うから、ね、これはプロの選手、まあ高校生年代の選手でもいい選手は当たり前のようにやってるプレーね、いい、まあデビッド・ベッカムとか、ね、この動きめちゃくちゃうまいよ、チェックの動き、彼は持ち味ね、キック、ロングキック、ね、じゃあロングキックでもプレッシャー来たら蹴れないじゃん、じゃあこの動きがすごくてやっぱり相手と話すことによって自分がロングキック蹴れる時間を作る、ね、デビッド・ベッカムめちゃくちゃ上手かった、この、ね、チェックの動きで、自分の時間作るってこと、ね、みんなもね自分の特性あると思うよ、けどこれ相手と離れれば離れるほど本当にいいプレーを選択できるし、ね、自分の特徴っていうのを出しやすくなるから、okay？ まあ、このチェックの動きっていうのを、どんどん、意識してやってみてください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。